というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。前回、うん、北斗、うん、でまあ僕はまだ分かってないけど、まあ、盛り上がった僕がまさ好きなやつでね、うん、とうとうここに届いたわっていう思い。ああそういうのもあんだ。うん、まあ、もうだってだいぶ今どのぐらいなんですか。その何がですか。一応さらって言ってるじゃないですか、うん、今のところなんかその幼少期っていう一括りですけど、うん、まあまだ幼少期。あ全然幼少期だ。はいはいはい。消防かな。消防。消防か。厨房はやけど消防。年齢がバレちゃうからそこまで行くとね。ダメなんですよ。もうね、これ出た時何年だったって言ったらバレちゃうから。バレるけど、もうバレてる。大体バレてる。もうバレてる。そう。あとだから最近面白いなと思うのは、はい、僕はここからですねとか、うん、こういうのでね、あ、この人大して年変わんないのにゲームはちょっと遅かったんだなとかさ、はいはいはい、こういうのもわかるようになってるよね。まあ確かに始まりってみんな人それぞれですからね。そう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 。こういうのは面白いな。なるほど。うん。まあそう思いました。で、はい、これね、まあ、前回北斗の拳で終わりにしましたけど、うんうん、この次に、うん、ジャジャマルの大冒険。お、これジャジャマルの一本目。僕は忍者くんの時にジャジャマルくんのが好きだったって言ってたけど、そう聞いて、それ以降ジャジャマル出てないよね。だからこれがジャジャマルの一本目だと思う。まあまあやりました。はい。うん、だけど別にそんななんつうのかな、コメントが出るほどの、あ、うん、あれはなかった。ただなんかカエルになったりとかいろんなのあったなっていう、そういうね、うん、玉手箱を開けて間違えてカエルになっちゃったりとか確かするんだよ。あ、そんな気にしてたんだ。そう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 。昔から玉手箱を開けて煙が出るとなんか変わっちゃうんだよね。まあ基本的にね。まあなんならドラゴンボールの、あれもギニュードクターの特戦隊もカエルにされました最後。あれはでもビーブだけどね。そうそうそう。跳ね返っての、うん。あれはいいキャラになった、その後もね。何度か映されてたからね。カエルの穴とかね。一回戻ったこともあるからね。え映画の中だったっけな、 GT だか忘れたけど、一回油断してる誰かに変わった。あ、そうなんだ。変わりましたよ、確かギニューは。その後また変える？おー、確かそう、オチはそうなったと思うんだけど、まあ、確か GT じゃない。そうなんだ。ドラゴン、スーパーかな、ドラゴンボールスーパー僕全部見てるからね。じゃあスーパーかな、うん、はいはいはい。そんな、映画か忘れちゃったけども、確か一回戻るんだけどね。これでも今ギニュー戻ってきても戦えないでしょ。そうそうそう、レベルがちょっとね。違いすぎるもんね。カエルの方が幸せかもしれんが。そう、なんならドラゴンボールも語りたくなっちゃうけどね、いろいろ。まあこれはさすがもいけますね。僕だって本当にドラゴンボールスーパー見たのって、この何年ですからね。あ、じゃあもう、連載始まってからじゃなくて、ね。本当はもうドラゴンボール Z で終えてたのが、うん、まああと漫画だけで終えてたのが、うん、あ、スーパーって繋がってんだなって認識して、僕GT だけは嫌だったから、まあ、外伝ですか。そう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 、はいはい、それのイメージがあったけど、うん、もうスーパー続いてんだっつって見たのは本当に2年ぐらい前ですよ。お、最近最近多分確かね、はいはいはい、2,3 年前だった記憶がありますよ。まあ、もしドラゴンボールが引っかかれば、うん、またゲームも出てねえけどドラゴンボール、まあそうだね、はい、はい、ちょっとその辺もね楽しみです。では今ジャジャマル君って言いました、はい、この次に僕が後々、コミカル系シューティングで、うん、好きになるソフトがあると、これはツインビーの時に言ったの覚えてますか。そのどこか忘れましたけど聞いたことは覚えてます。これがナムコから出ます。やっとスカイキッド。スカイキッド知らん。知らんのか。知らん。これはね、本当にヘリコプターみたいのに乗ってるんですよ。はい、乗っててキャラクターが半分見えてるんですね、体が。ああ、もうよくあるやつ、はいはいはい、で、まあ2人用だと同時プレイなんですけど、はい、とにかく左に向かうスクロールなんです。珍しい。そう、ほんでまあいろいろ出てくるのを攻撃したり、下にあるのを攻撃したりして、うん、撃たれると墜落してっちゃうんだけど、うん、ボタン連打をわーっとすると復活するんですね。すごいな。これが多分2回ぐらいは OK なんで。ああ、はあ、でも3回目は多分ね、そう、まあ、じばじば地面に行っちゃう。地面に行ったら終わりなんですよ。なるほど。じゃあ落ちずに頑張る。そう、あと低いところで撃たれると危険なのね。あ、そうか、もうないから。そうそうそう、ロークが。なるほどなるほど。こんな感じ。しかも弾をかわすのが上下とかじゃなくて、はい、回転してかわすことができる。くるーんと。そうそうそう。これはアクロバットだよ。で最終左にずっと進んでって、うん、着地すると1、はいはい、飛行場みたいなところに着地して1ステージか、はいはい、で2ステージ、はい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 、これが僕妙に好きで、おお、コミカルなんだ。そうそう、コミカルし、だからツインビーより僕全然こっちの方が、はいはいはい、おお、やり込んだというか、あと友達と同時プレイもスカイキッドの方が面白くて、なかなか左に向かっていくのってそうそうないんですよ、うん、正直思いつかんなと思って。基本的だからね、うん、多分もしかしたら初めてやる人って違和感あるかもしれないけど、でもこれはなかなかね面白かったスカイキッド。だからこれはツインビーの時に言った、やっと出てきたんだ。そう、それがここに遡ってみれば出てくるんです、僕が言ったことがね、はいはい、おそらく、ね、全然知らなかったな、このゲーム、うん、これがスカイキッド。はいはい、そしてこの次に、うん、ガンダム。え、ガンダム。だけどゼータガンダムですね。僕何にも興味ない。え、この話をしている中で、はい、ガンダムという言葉を聞いてます？いや、そう、僕今一瞬思い出したけどなかったよね。聞いてねえよ。ああ、
いきなりゼータ出しちゃった。なんでそんなことしちゃった？知らない。へえ。やりませんよ、そんな。まあだって本当にファーストだけの人もね。はいはい。ゼータガンダム見たのって僕大人になってからですから。あ、一応見たんだ。いや、大人になってからね。そうなんだ。20歳超えてから見ました、はいはいはい、まあでもこの当時は全く知らん。見てない、はいはい、なんでガンダムじゃないの。いや、そうだよね。だから多分ね、このガンダムを出しちゃうと、このガンプラ世代ですよ、だって僕ら、うん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 、なんでゼータ出してんのっていう、はい、え、本当にわからない。理解できないですよ。なんで？だから多分この時の子供たち、え、ゼータってなって、うん、誰もやってねえ。やってねえんだ。いや、そりゃそうでしょ。やっぱそうなんだ。ファーストやりたいでしょ。そりゃ、まあ、まあ当時わかんないけど、ね、はいはい、ジオングと戦いたいじゃん。まあ最後にね、うん、足語りが見たいから。そうで、まあ数々の音楽を聴きたいわけでしょ。何をゼータ出しちゃってるのっていう、多分そんな感じだったかな。本当にどんなゲーム全くわかんなかったけど、うん、とにかくゼータなんだ、うんうんうん、これでこの次、スーパーピットホールっていうソフトが、スーパーピットホール、ハドソンから出るんですね、はい、ポニーキャニオンだ。ポニーキャニオンが出せる。これじゃでも多分ダメゲーってのは分かるけどね、まあ、だいたいこの当時メーカーで分かるのよ。うん、やっともうなんとなく確認してきた。ポニーキャニオン、ポニーキャニオン、この名前からスーパーピットホールだから、おそらく F1 系のレーシング系のゲームだと思うんです、うん、だからこんなんやってもいない。はいはいはい、はい、この次に、はい、ピットホールを経て、このまあ目玉になるかな。はいはいはい、高橋名人の冒険島。あー、ここで来ました。なるほど、うん、ハドソン系で、まあハドソンそれそうでしょうね、うん、はい、これ、はい、スーパーマリオ系なんですよ、やっぱイメージ的に言うと、うん、まあ、やっぱね、このスーパーマリオのアクション、このステージの進め方で、これがね、やっぱ一番つぼってるんですね、この当時の子供たちって。だからやっぱこれに近しいゲームをやりたいと、うん、で何面もクリアしていくような、はいはいはい、で飛んだり跳ねたりしながらクリアしていくような、だからやっぱりアレックスキッドってちょっと魅力があったんですね。あ、なるほどね。ちょっと似てるんですよ、そういうところが、はいはいはい、うん、これが、うん、その気持ちをね、楽しませてくれたのがこの高橋名人。え、これに関しては、うん、僕は実は、うん、初めて買った携帯の中に入ってたんです、はいはい、冒険島が、うんうん、ただどえらい難しかった記憶。あのね、この後も続編って出るんだけど、一番簡単だったのがここなんじゃないかなって。そうなんだ。僕思うんですよ、はいはいはい、でまあスケボー乗ってますね。そう、はい、これスケボー、いまだにまあスケボーって本当にルール無視してさ、深夜のビルのところでやったりとか、いろいろとやってますよ。まあ結構ね、僕らのこの世代に、なんだか知んないけど、小学生時代一度だけスケボーブーム来たんです。へー。この時、はい、ヨドバシカメラまでスケボー売りました。これはすごい情報でしょ。スケボーブームがあった。ヨドバシの店頭にスケボーが並んだんです。見たことないよ、そんなで、まあなんつうの、ちょっとね、今で言うとデカめなんです、うん、スケボーが、うん、今結構細くて、うん、まあ競技用みたいなのが、はいはいはい、昔もっとね、もっと広いです、面がその横幅というか。そうそう、はいはい、でこの当時本当にね、ショッキング系の色が流行ってたんですよ、うんうんうん、ショッキングピンク、はいはいはい、ショッキンググリーンっていうか、うん、前蛍光色っつうの、はい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 、だから本当にそういう T シャツもそうなんだけど、そういうペイントが流行ってて、僕らが小中ぐらいの時ですよ、うん、ほんでまあ本当になんつうのかな、カラフルなスケボーで、はいはいはい、ちょっと大きめで、裏にもう本当にもう T シャツのペイントみたいな、はい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 、グラーッと入ってるようなのが、うんうん、ヨドバシにずらー並んでます。これは何ですか、その子供たちのブームなのか、うん、もう全世代といいますか、日本としては何かあったんだろうね、きっとね。何があった、その要するに大人の世界というか、やっぱそっちの高校生大学生ぐらいのブームで、多分小学校だから知らないし、そうですね、そんなのね、うんうんうん、突然あるわけですよ。急に流行ってたんだ。そうで、僕ね、一人だけなんかスケボー乗ってる友達がいたんですよ、はい、お兄ちゃんがなんかスケボーやってて、うん、でも全くやったことないですよ、はいはいはい、で興味も持たないスケボー、わからんもん ね。でもヨドバシに出る、うん、買いましたよ。まあこの流れならね、おうすぐ飽きた。一応乗った乗った乗ってみた、うん、あんま面白くねえなと。小学生がスケボー、僕やっぱね、ローラースケートの方が面白いと思った。あー、なるほど。ローラースケートはなんかね、各家庭に1個あったりとか、ほうやってたんですよ。要するにスケート場には行かずに、はい、もう地面で走っちゃうようなね、うん、おう、だから経験はあったんですよ、で当時ローラースケートがほらまあローラースケート場行くと、うん、まあ、それこそスニーカー靴タイプで靴ごと履くでしょ、うん、家庭用のローラースケートって靴の状態ではめるんです。はめる？はめるの。要するに下だけなんですよ。ここだけなんだ。鉄の底があって、ロールタイヤがついてる、ここに靴合わせます。ベルトです。そうなんや。
こんなローラースケートがあった。へえ、あ、それ知らなかった。そうそうそう、ほんでもうそれこそタイヤも、うん、なんつうのかな、もうアスファルト走るようにカッチカチなんですよ、前から。ああいうローラースケート場に行くと、もう本当になんかちょっと、ね、カラフルな、ね、タイヤだったりする。 弾力がある感じの、あんなスーの滑りじゃないです。ジャリジャリぐらいじゃないけど、もうただタイヤがついた靴で歩いてるぐらいのあ、そうなんや。あんな滑らかな、あの光る源氏のあんなことはできないですよ。ゴロ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 って感じ。そうそうそう、もうただなんつうの、もう脚力で進んでるじゃないけども重たいなんか靴みたいな。だからこの当時本当にね、まあ、ちょっと横道それると、うん、まあいろんなのがありました。例えばまあローラースケートもそうだけど、うん、あれですね、あー出てこない出てこない、横道にそれたもの。キックボード、キックボード、はい、今はね元祖ですけど、はいはいはい、あれね、なんとかゴーゴーってのがあったんですよ。なんとか気になるが、昔は、うん、キックボード、キックボードって、キックボードなんていう名前はない。なんとかゴーゴー、はい、なんだろうか、まあ分からんけど、ちょっと調べてみます。なんとかゴーゴーっていうやつだった。キックボード初代、え、調べます。だからもうキックボードって別にただ乗るだけだよね。まあ乗るだけ、まあ乗って蹴る、こういうだけでね、あれに後ろにペダルついてるんです。ペダル、うん、ね、蹴ります、乗ります、ペダルをグラッと踏み込むとさらに進む。は？なんつうかこのね、は？あるんですよ、この、あの足で蹴るみたいな感じ、うん、足で蹴る、グラッと踏み込むやつ。これやるとさらに加速する。そう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 、これが元祖。何それ、キックボード、ね、キックボードという名称はもちろんないです。まあなんとか55は加速だけキックして、うん、あとペダルなんだ。なんだったっけな、これ多分有名、聞いたらもしかしたら出てくるかもしれない。え、逆に調べない方がいいかな。なんとかなんとか55ですよ。なんとかなんとか55や、多分これだけで誰かが言ってくれますよ、きっと。じゃあちょっと答え出さずにも行きましょう。それから、はい、ホッピング、あ、これね、もうこの世代ですよ、最初か。うん、はい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 、あれはあれだな。だから、まあ、ローラースケート、うん、なんとかゴーゴー、はい、ホッピング、だからこの外で遊ぶアイテムっつの、うんうんうん、でもっと前に行くとゴム弾ね、まあだいぶないけども、まだまだこういう時代があったっていうのかな、はい、なのにスケボーが流行ったんだ。そう、だから僕が初めてやったのは小学校時代、はい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 、ちょっとデカめのスケボー、多分今この原寸で出てきたら考えられない大きさだと思う。どういうこと、横幅が。もうだからなんか今みたいにこうトリックじゃなくてただ乗る、そうそう、あんな回転的な おめえから横幅できる、おめえのよ本当にじゃあ安定感はあるんだ。安定感はある、だから多分子供でもできるように、はい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 、足もずれないように、うんうんうん、広め、ね、安定させた広さがそれだったから。なるほどね、ちょっと調べよう。、はい、だから多分当時の小学生ぐらいの靴のサイズで言ったらはみ出ねえもん、かかと。あ、これ絶対乗りこなせる。そうそうそう、安定するんだ。安定よ。だから僕らはもう本当に胸で乗りましたよ。こうだ、そうそうそう、スーパーマン坂道をそれで行きましたからね。漫画で見たことある。まあまあ怖えよあれ。だって下りでしょ。下りをようやったね。そう、どうやって止まんの。もうだから最終はなんつうのかな、こうでしょ。うん、もうスライディング、怖ー。そうそうそう、危なー。とかこんなのやりましたよ。これの車こう、まあ、急じゃなくてなんとかそのまっすぐになって止まるぐらい、でちょっと飛ばすよぐらいの、そう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 、こんなのやりましたよ。全然今そっちの方が危ねえけど、ね、いやもう今日ちょっと地面触ったらやけどするしね。簡単に今日行きますよあれ。よう怪我せんかったね。でもまあこういう遊びです、こっちの方が楽しかった。逆にだからスタったんじゃない。だからもう本当にほら、スケート場に行って、あ、スキー場に行って滑れないやつはソリで滑ってるでしょ。まあ違う、これと同じですよ。だからまあね、あれはもう誰でも座れば滑れるんだから、うん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 、なるほど。だからまあ本当に、うん、ギリギリこういうのがあった時代で、まあ高橋名人のこのスケボーの話に戻るけども、なんで高橋名人の足元にスケボーを置いたのかって謎がわからないから、今思うとこの当時一回だけスケボーが流行った。あれはね、国が仕込んだんじゃないかと。すっげえ大掛かりなことで、そのぐらい本当にドラマが決定やで。だってヨドバシに売っちゃうんだから。まあね、考えられる。ブームを作ろうとしてる可能性がありますもんね。ね、今ヨドバシにそういう系統、ヨドバシで自転車売ってたらどうする？運転バイクとか売ってたらどうする？って思うでしょ。電気屋だよな。だこのぐらいですよ、だから簡単に言うと、はいはい、ほんでまあずらーっとファミコン少年たちが行くヨドバシに並んでるやつ、まあね、衝動買いしちゃうよね。それはもう、あ、なんかしかも安いのよ。え、あ、そうなの。まあ今のスケボーがいくらか知らない、知らんけど、今いくらぐらいのスケボーって。いや俺も買わんからね。昔は3ケッパぐらいよ。あ、そうなんだ。だからファミコンソフトと何ら変わらないぐらい。へえ、手軽に買える。それでこんなね、もしかしたらこれすっげえ楽しいかもしれないものが、確かに、ね、うんうん、心躍るようなね、見た目しといて。僕は本当にね、エメラルドグリーンの、あー、後ろにね、
蛇かなんかがあって、はいはいはい、ソードが刺さってるって、あーちょっとソードに蛇が巻いてるっつうのが小黒丸を買いましたもん。あーそれソードはね、ずーっと裏口のなんかしんないけどその電気メーターの下にずっと立てかけたまんま、はい、どんどん汚くなっつって観賞用じゃねえぞ、うん、2、3回しか遊ばなかったうわもったいねえサンキッパ、うん、はいはいはい、警戒人だったら疲れるじゃんって思ったんですね。まあ遊び方わからんしね、そう、当時言うたらね、スケボーって楽なのかって思うでしょ、うん、自転車の代わりになるんじゃないぐらいになって、なりゃしなかったの全然スーパーマン以外やることなかったんだ、うん、はいはい、でまあ高橋名人に戻すけども、はい、この当時ね、うん、スーパーマリオ、うん、うちの母親も親戚も、うん、ああ流行った流行った、買いました高橋名人は。そうなんだ、買ったスーマリ2は買わなかったの。買わなかった、はい、ほんでまあ一生懸命やったけど、うん、やっぱりね難しいって言った記憶が、まあそういうことだよね、うん、それは確かに本当に最後まで行くのってなかなかね、うん、マリオに比べると全然難しかったなって、激ムズだった。確かワープとかないんだよね。ないうん、だからそういうのもあったかなと思うけど、確かねムズゲーって言われたのは2作目3作目だったか、あまあクソゲーって言われたもそこら辺だけどね。ああまあ難しい、とにかく一番面白いのはやっぱここなんですよ。そうなんだ、確か。ああうん、はいはいはい、でもまあ系統がちょっとね、うん、あのスーパーマリオに似てるっていうんで、ね、はい、でこの当時あの攻略本とかも出てたし、うんうんうん、まあいろいろとそういうのを見ながらやってた覚えが、うん、まあでもああいうアクション系のゲームで攻略も出ても所詮腕だからね、だよね、あんまり意味はないんだよね、はい、うん、同じことすればいいとかそういうのがあれがないからね、攻略のしようがないもんね、うん、あだから今回はこれは一応ね、まあ目玉的にはちょっと横道の方が目玉になったけどぶっちゃけスケボー界だった、ね、だから本当にこれね東京だけかもしんないのよ、あスケボーブームだ。そもそも岡山にヨドバシカメラって例えばじゃあ翼くんのお母さんぐらいの時に ありました？ないと思うんだ。だから知らねえんだよ、山田電機とかじゃない、東京限定でこのヨドバシにスケボーが売ってたというか、ね、知ってる人が出てきたらすげえと思う。はあ、これはまあコメントに期待するしかないですね。僕多分ね大人になってからもいろいろ言ったことあるけど誰も信じてくれたことないよね。あそうなんだ、本当にそう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 、怖っ、新宿だけの可能性もしれない。これテレビ番組とかでおそらくヨドバシの候補からに問い合わせしたらありますって答えが出るんだろうね、この時代に一度だけ売りましたねっていう、よくあるありますねそういうテレビで、そうあの過去に一度なんとかの時にみたいな、うん、そう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 、で評判が悪いんでやめましたみたいなね、うわーそれまあ検証できたらね、うん、どっかでかくなった時に、本当そうですよ、しましたヨドバシに問い合わせで、その記憶しかスケボーというと出てこないまあ全然正直冒険にも関係なかったですが、うん、まあレトロ界ということで、ね、そう多分ね今のスケボーの強者、まあ、例えばオリンピックに出る人たちも、うん、当時のこのスケボーの重さでやったらビビりますよ、無理、何もできなくねってなりますよ、これで何をしろっていう、そうそう、ただ乗るだけだった、楽しいね、うん、まあそういう時代の話をね今回はまあ一応高橋名人を最後にレトロ回とさせてもらいました、はい、で今回これで、はい、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。